こんばんは、速稼塾の久保です。今日ね、やげん堀来てるんですよ。久しぶりに広島市中区やげん堀で、ライブハウス、このね、読めないんですけども、このライブハウスなんで来てるかっていうと、なんとね、熊本からエロスが来てるんですよ。エロスっていうのは吉川浩司さんのあのコピーバンドですね。キラさんっていうボーカリストがね、2年前、福岡の方でお会いして、熊本でお会いして、歌を歌ってるっていうんで、ライブ行きたいなと思ったら、今回お誘いいただいたんで、なんとね、熊本から広島にライブに遠征来てるっていうんでね、来てみたんですよね。いや、すごい。いや、楽しみですね。お疲れ様です。今日はライブありがとうございます。どうぞ。で、キラさん、今回のライブは、はい、吉川浩司さんの、はい、トリビュートコピーだったわけですけども、はい、広島でやられてですね、はい、今日はどうでした？成功しましたか？いや、もうですね、やっぱ広島のお客さんでですね、あったかくてですね、本当楽しかったです。ノリがむちゃくちゃ良かったですね。ですね。っていうか、乗せるプロですね、やっぱ広島ね。いやむちゃ、あのステップ、足使いもうなんかね、本物を見てるみたいで、こっちもね、吉川浩司さんのライブに来たお客さんになりきんないと損だと思ってね、拳の振り上げ方ちょっと間違えて僕はぶつけちゃいました。鉄柱に痛かったですね。いや、でも本当に呼んでいただいてありがとうございました。あ、いやいや、こちらこそありがとうございました。今度はね、広島でやるときは、はい、速稼塾塾生をね、がっつりと呼んで広島一番多いですから、はい、もうなんか塾生全部で押し寄せようかなと。でね、キラさんが締めるとしたら、はい、この速稼塾、この動画見てる皆さんにどんなメッセージを送りたいですか？これからもライブやるんでよろしくお願いします。全然構いません。ああ、久保さん最高です。ありがとうございます。お願いします。今日はね、他の岩国からの塾生さんもいらっしゃって声かけてくださったんですよ。その方は浜田真理ちゃんに行ったそうなんですけどね。で、パーソンズも良かったですね。イエローモンキーね、いやー、なんかすごい本物見てるみたいな感じでした。本物見に行ったことがないんで。でもこれからもね、音楽活動どんどん頑張ってください。本当に僕も楽しみです。今日若い頃に戻ったような気持ちがしました。すごいなんか胸が踊って、なんか感動しましたね。ありがとうございます。あの青春を続けてるやつがいるみたいなね。いや、僕らやっぱ青春やめちゃダメですよ。50になっても60になっても、素晴らしい。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ライブが終わりましてね、キラさんからのコメントもいただきましたけども、今私が歩いてるのはこのヤギン堀のちょっとピンク系のところかな。懐かしいなと思うんですけども、立ちんぼの人今いないですね。まあ、ライブ終わったんで僕はこのままちょっぴり帰るんですけども、まあ、この街歩いてるだけでもね、いろんな思い出があるなと、なんか言えないですけども。はい、ライブ良かったです。本当にまたよろしくお願いします。またね、キラさんのライブあるときはお知らせしますんで、一緒に行きましょう。ではおやすみなさい。